上海大学延長キャンパス。上海大学は中国教育部と上海市政府が共同建設する国立大学、中国重点大学である。元学長は中国力学の父と呼ばれる科学者、教育者、政治家である千維長教授。QS 世界若い大学ランキング、中国本土1位。QS 世界大学ランキング世界387位。 高君専院長教授は、東昇平に大学教育の4つの壁を破り、新しい大学を建設するという理念を載せた願書を提出し、承諾を得て4つの大学から合併し新設された、上海大学の学長に就任した。専学長の指導の下、上海大学は、中国新型大学の先駆として、中国で最初に、単位制、選択科目制、 三学期生等の欧米諸国の大学制度を代表とした現代大学教育の新制度を実践している。エリートクラスとリベラルアーツ教育を実施する有数の中国大学。世界最先端の専門知識を持つグローバルエリートを育成することを目指す上海大学は人文社会科学重点育成クラス、経済経営重点育成クラス、 理科工学重点育成クラスと命名する3つの重点育成クラスを設立し、毎年入試点の上位1%の新入生を対象としている。リベラルアーツ教育を導入した上海大学は、戦意長学部と命名するリベラルアーツを教授する学部を設立し、毎年入試点の上位5%の理系新入生を対象としている。QS 世界若い大学ランキング。 中国本土1位。QS 世界大学ランキング世界387位。QS アジア大学ランキング69位。42位。慶応義塾大学69位。上海大学88位。一橋大学国家技術発明賞2名国家。科学技術進歩賞2名大学科学。研究優秀成果賞32名上海市。科学技術賞1位15名理科。工科。 文科をカバーする総合大学で、教員、研究者が3000人以上、うち中国科学院と中国工程院メンバーが10人、教授380人、助教授780人、面積167万平方メートル、図書館、蔵書357万冊。行券ビル理学、文学、外国語、法学、通信、情報工学、計算機工学、科学、 機械電気工学、自動科学、材料科学、工学、環境、科学工学、生命科学、美術学、映画学、交渉学、マルクス主義学、工学技術学、デジタルアート学、管理学、経済学、社会学、体育学、音楽学、土木工学、継続教育学、国際交流学などに十つの学部、五十八つの学部専攻科目を有する。 100の修士専攻科目、2つの経営管理修士課程、23の博士課程、9つの博士後期課程を有する。上海使用用数学と力学研究所、上海電子物理研究所、上海ロボット研究所、上海放射線応用研究所、上海生物医学工程研究所、上海大学夜勤と材料研究所。 上海光通信技術と通信研究所、上海熱処理技術研究所、上海車金属材料研究工程センター、車用鋼鉄研究所、上海司法研究所、東アジア仏教文化研究センター、社会発展研究センターなどがあり、総計79の研究機構を有する。夜勤、機械電子、力学、社会学、映画学、五つの中国教育部重点学が、 1>, 1の上海市、重点中の重点学科。3の上海市重点学科。第1教学ビル分会図書館。ありがとうございます。